皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、今回はですね、木村拓哉さんがレイバンのブランドアンバサダーに就任と、とても嬉しいという記事が、今日一日を通してね非常に見られているんで紹介していこうと思います。で、歌手で俳優の木村拓哉さんが、アイウェアブランドレイバンですねのブランドアンバサダーに就任したことが分かったということで、まあ長年レイバンを愛用しているということを公言してきた木村さんが、まあ去年ですね、コラボレーションコレクションを発売し話題を集めたと。今回アンバサダーに起用されたキャンペーンでは、紫外線に当たると色が変化する、超光レンズトランジションズを搭載したトレンドのスタイル、ボールドから、ミニマルまで幅広いシルエットのユニセックスタイルを展開しているということで、トランジションズのレンズを掲載したメタフレーム搭載したメタフレームジャックに木村さんは去年のコラボレーションでレイバンのスタッフとミーティングをした時から、超光レンズの存在は自分の中にも大きくあったと。で、普段インドアにいる時はクリアレンズでそのままメガネをかけた、まま表に出て自動的にレンズが紫外線を感知して普通のメガネからサングラスに変わると。で、目も保護されて、僕もすごく楽しみにしているということで、まあ、たくさんの人に知ってもらいたいということで、で、また、ブランドのベストセラーの一つ、クラブマスターを進化させたニュークラブマスターについても、今回のネイビーは本当に絶妙なカラーで、まあ、相手に対してカジュアルな印象を与えてくれると。で、乗せる自分自身も、かしこまったメンタリティでいる必要がないので、相手との間合いも近づく気がすると、すごいと。よくこの色をチョイスしたなと思いましたということで、まあ、木村拓哉さんのね、コメント。去年コラボレーションをさせていただいただけでも嬉しかったんですが、まあ、実際に自分がレイバンをかけて、ビジュアルという形で表現させてもらえることもとても嬉しいと。すごく好きなアイテムなので、それを自分に乗せた状態で映像を残すことができたのは、今日は個人的にも非常に盛り上がって撮影したというコメントが出てます。で、まあこれを選んだ理由としてはですね、まあトレンドっていうこともあるんですけど、まあ昨日ね、あの動画で、紹介させていただいた、そのジャニーズ事務所を、滝沢さんですね、滝沢社長が退社すると、まあ、昨日ニュースがあって、で、実際今日11月1日に、退社という形になってたんですが、まあやはりね、今日の、まあ、記事とかね、皆さんの反応を見ても、まあ、全然円満じゃないじゃんとかね、なんかお互い弁護士を立てて、退社するっていうのはちょっと異例というかおかしいみたいなことだったりとか、まあ、その後の、ジャニーズの会社側からのコメントがないっていうことで、まあ、あんまりこういい感じじゃない、ギクシャクしたまま終わってるんじゃないかっていうコメントですね、が非常に多かったです。で、まあそんな中、まあ、もともと日程はね、決まったと思いますけど、前から今日の予定が決まったと思いますけど、まあ、ジャニーズに残ってるね、木村拓哉さんの記事があったので、紹介させていただきました。で、あと、最後まで迷ったのがですね、次のライジンでね、対戦カードがある平本蓮選手の記事があってですね、まあ、会見の内容なんですけど、まあ、足を怪我して、なかなか練習が、まあ、骨折ですね、していて3週間ぐらい練習できなかったと。で、まあ、ただ、その中でも、まあ、次の大会出場するという会見でのコメントがあって、まあ、その後に、なんかいつもね、やっぱ朝倉選手をこういじるというかね、まあ、ディスってるんですけど、で、朝倉選手はこの前こう、メイウェザー選手とちょっとエキシビジョンやっただけなのに、体調が悪くてできないとか、もう今後なんていうんですかね、主役というかの流れが自分に変わる気がするとかね、まあ今回そのライジンだけじゃなくてね、今回はですね、そのベラトールから
すごい選手がいっぱい来るわけですよね。で、AJ マッキーとか、ピットブルとか、その朝倉選手が、以前言ってたんですよ。ベラトールとの対抗戦がしたいみたいなね。で、それが、いざ実現した時に、まあ、たまたまっていう言い方もあれですけど、ちょうど出れないということで、まあ、そこに、なんかまあ、噛みつくじゃないですけどね。がっつり、ボロクソに言ってくる平本選手っていうのが、まあ、ただその会見だけ聞くと、毒舌だなとか、ちょっと言い過ぎだなっていう気もするかもしれないんですが、まあ確かに、その、全く的外れなことを言ってるわけじゃなくて、まあ意外とね、内容とか流れに関しては的を得てはいると思うんですよね。まあだから、その、それをまあ、ね、YouTube とか、まあ自分みたいな人たちが、ガヤガヤ言ってると、正直あんまりこう聞いてて不快かなっていうのはあるんですけど、まあ、実際にこう対戦するかもしれない同じ、まあ、団体の、ね、選手が言ってると、まあ、やっぱりこうそれだけ言ってね対戦したら、まあ、フラッシュトークとして、ね、盛り上がるし、まあ、普通の人が言ってるのとはやっぱ違うんじゃないかなっていう感じで、まあ、自分は、面白く、見てました。で、まあ、今回はですね木村拓哉さんがそのレイバンのブランドアンバサダーに就任ということで、まあ連日ね、昨日、今日と、ちょっとジャニーズ関連、まあ、ジャニーズがちょっとバタバタしているというところで、この記事を紹介させていただきました。よかったらですね、下の概要欄に自分がやっているツイッターのリンクあるので、ツイッターフォローしていただいて、また、こちらのチャンネルですね、も登録して、別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。